こんにちは、うりさんです。10月7日日テレ系で放送されるドラマザ・ミステリーデーのメタ考察動画です。ストーリーとキャストについてはチャンネル登録していただいて、こちらの動画を参考にしてみてください。さて今回は、夏目拉致事件は本物か、公式動画内のヒント、警察の内通者という内容でメタ考察していきます。1日限りなので皆様の予習のお役に立てればと思いますので、最後までお付き合いください。夏目拉致事件は本物か。全員容疑者と歌っているので、もちろん自作自演という可能性もあると思います。その場合は、なぜカサブランカ X 事件が起きている最中なのか、カサブランカ X 事件とは無関係なのかということを考える必要があるでしょう。夏目の自作自演だった場合は、なぜどうしてということだけを考察していけばよいので、簡単かもしれませんが、そうまでして衆議院議員がやる意味がないし、日テレの白黒パンダや真犯人フラグ内でもすでに自作自演による監禁というものがあったので、私は夏目の自作自演はないかなと思っています。もし夏目黒幕説を考えた方は、ぜひその理由をコメントで教えてください。公式動画内のヒント。公式ホームページの中に2つの特別映像に事件の黒幕がわかるヒントが。実はこの中に黒幕が誰かのヒントが詰まっている。あなたはヒントを読み解き、黒幕を突き止められるかとあるので、早速メタ考察していきましょう。まずは公式がヒント動画としてアップしているものからいきます。この中に2021年9月29日という数字が現れるので、この日に何かが起こったか、誰かが亡くなったものと考えています。夏目恭輔のプロフィールを見ると、高校卒業後さいたま市役所の徴税吏員になり、社会への問題意識を持つ。大学へ入り直し、28歳で初出馬、初当選とあります。夏目恭輔は40歳なので、4年前は36歳。この時の再現シーンを演じるとなると、小栗旬さんはかなりなことをやっていそうですよね。あらすじによると、拉致されたのは2023年9月15日、2週間後に殺すとなっているので、ちょうど9月29日です。身代金目当てだとすると、2週間というのは長すぎますよね。なので9月29日というのは黒幕にとってとても大切な日で、夏目の過去の悪事を暴きたいのではないでしょうか。さらにヒント動画では、最後に現れるのが夏目とタクシー運転手、笑福亭鶴瓶さん演じる溝口弥太郎です。なので今回は溝口黒幕説を提唱していきたいと思います。まず溝口弥太郎のプロフィールですが、年齢が66歳、男で一つで一人娘を育てた、つくもと花江の捜査に協力したことで花江に懐かれるとあります。一人娘がいるものの、一緒に暮らしているではなく育てたとあるので、すでに亡くなっている感じですよね。なのでその一人娘がまだ役名が発表されていない佐藤しおるさんかなと思っています。一方、有名人が次々と監禁されるのは本当のようなので、黒幕以外の協力者は必ずいると思いました。この有名人というのが追加キャストの3人なのではないでしょうか。アルファベットの意味。最初に出てきたアルファベットが L かどうかは分かりませんが、 M イコール溝口と O という頭文字の人物が W 2人で VS X と対峙するといったところでしょうか。この場合の X はカサブランカの犯人という意味ではなく、この事件の発端となった夏目という意味で解釈しました。この動画内のアルファベットについて何かお考えがある方は、ぜひコメントで教えてください。続いて動く文字についてですが、カタカナで描かれた文字が移動したり小さくなったり裏になっている箇所がありますよね。これはちょっと今の時点では分かりません。
こちらも何かお分かりの方がいらっしゃいましたらコメントで教えてください。ちなみに変化のあった文字はつ、け、ず、う、よん、に、こでした。警察の内通者、こちらの情報漏れてる可能性もありますというセリフがあるので、警察に内通者がいてもおかしくないですよね。安藤花恵がブラックコーヒーを持ち奥野の方に向けているので、先ほどお話しした頭文字 O の人物が奥野翔平なのではないでしょうか。ちょっとビバンのとあるシーンを思い出してしまうのですが、分かりやすい演出なのかもしれません。実際奥野はカサブランカ X 事件を担当しており、後から夏目監禁事件に参加しています。奥野は31歳なので、十分溝口の娘の婚約者だったという可能性は大いにあるのではないでしょうか。一方、監禁している人質を見張る役ですが、フリーターのユージが適任だと思われます。プロフィールに一日中パソコンの前にいるが、その目的はとあるので、監禁している人質を見張っていそうです。そして公式 X ではお二人とも指で X を表しているので、かなり怪しいですよね。黒幕の目的、溝口はタクシー運転手なので、乗客からいろいろな情報を入手できますし、4年かかって何かを掴んだのではないでしょうか。カサブランカ X 事件では、カサブランカの花が置かれ、背中に X のマークを切り付けられているようです。これは捜査を攪乱させる意味と、犯人は残虐なことをしていると見せたいのかなと思いました。つまり溝口が犯行を起こしているものの、後から奥野が手を加えているといったところでしょうか。溝口の最終目的はお金でも夏目の命でもなく、社会的制裁だと考えています。夏目は衆議院議員ですが、何の大臣候補になっているのか明確になっていないので、政治絡みではなさそうです。そしてわざわざネットに動画をアップしているので、世間から注目させ、2019年に犯した罪を暴きたいんだと思いました。放送前なので完全なメタ考察しかできませんが、皆様の黒幕候補をコメントで教えてください。チャンネル登録しないでご覧になっている方は、この動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。